こんにちは、内あむです。今日は編み物検定の体験談という題でお送りしたいと思います。えっと、これは1級の試験の時の、を勉強した時のモチーフです。これはアフガン編みです。他に、あ、これもアフガン編みですね。これは棒針編みです。玉編み。 何かもあったりして2色でもえっと1球だとこうカーブになってたりすることが多いですこれもそうですねヨットの模様ですじゃあこの模様を背景にして動画喋っていきたいと思いますえっと防具車の通信講座有名ですけれども 入門か講師かともに、棒針編みとかぎ針編みに分かれています講師の資格を取りたい場合、防具者の場合は、棒針編みとかぎ針編み2つ受講する必要があります一方、編み物検定は1級を取得すると、棒針編み、かぎ針編み、アフガン編み、すべての講師の資格が取れます その分勉強内容は多岐にわたり編み目記号も棒針編みかぎ針編みアフガン編み全,全部の記号を暗記しなきゃいけなくて大変ですしかし勉強したことは無駄にならないし編み物する上で自信につながりますしどの編み図でもチャレンジしてみたくなります私の場合 編み物教室に通い始めて初めてアフガン編みを知ってアフガン編みの講師になりたいと思いましたえっとそれぐらいアフガン編み大好きになってえっと、スーツ編んだことがあります。しかし調べてみるとアフガン編みの通信講座ってのはなくて教室の先生に聞いたら「 編み物検定の1級を取得すればアフガン編みも棒針編みもかぎ針編みもすべて教えられる講師になれますよとよ聞いてとてもやる気が出ましたそれからは一生懸命勉強しましたがある年に肺炎と帯状疱疹に立て続けでかかってしまい全く勉強できなくて編み物検定の3級が受験できなかった年もありました。 1>, 1年間隔が空いてしまいましたが次の年から3級2級1級と順調に合格できました編み物検定を順番に受けてみて何級が一番難しかったかと聞かれるとやはり2級が難しかったと私は答えます。2級はは理論の試験が選択式式でななく記述式になり、 網目記号を全部暗記しなければならずモチーフもかぎ針編みは過去の問題集によっては一段ごとに糸を変えなきゃいけなかったので手早く始末して画用紙に取り付けていました1級を受けた時はまあ確かに難しかったですが3級や2級で学んだ分野もあったので基礎の応用だなと思って淡々と勉強していました。 何より受かればこれで勉強づけの日々が終わると自分を励まして勉強していました。私は編み物検定は順調に合格していましたが成績優秀者に贈られる優良賞などは一度もいただいたことはありません。なんとか合格はしましたがそこまでの技術や学力はなかったんだと思います。毎年 6月から7月ぐらいの時期に全国各地で受験者向けの講習会が開かれています。独学でで勉強されていいいるる方もも講習会で疑問点などを教わるのもよろしいかと思います実際私も盛岡での講習会に参加してみてそこで初めて一級に出てくる長編み5目のパプコン編みの正しい編み方を教わりました。 講習会にはたくさんの方が参加されていて、受験するのは一人じゃないんだと、孤独感みたいなものは薄れました。えっと編み物検定には通わず、独学で編み物検定を受けられる方も多いと聞きます。実際、自分が試験会場に行ってみたら、初めてお会いした方で、独学で受験される方と話す機会がありました。 その方は編み物が大好きでネットでオリジナルの作品を販売されている方で編み物のの実力があるるで、でききっとと合格できると思いました、まあ近くに編み物教室がなくて仕方なく独学で受験される方もい,いるかもしれませんが編み物検定は毎年たくさんの方が受験されているので決して一人きりではないと思ってください。 そんな感じですね。えっと、こうアフガン編みですね。ちょっと時間が余ったので、いろいろやっていきましょう。これもアフガン編み。これもアフガン編みですね。ここはかぎ針編みです。これもここはかぎ針編みで。 ここはアフガミですね。これもそうですね。ここからここがかぎ針編み。ここがかぎ針編みですね。えっとこれ受験の直前に編んだモチーフたちなので、えっと講習会終わってからはこの玉編み練習するためにえっと。 アフガン編みのモチーフばっかりで編んでいましたこれも玉編みあったりしますねこれはアフガン編みの玉編みですまだまだありますこれもそうですね、うん、これもこれはボーバリ編みです これは棒針編みですね編み込み模様があったりしますこれも棒針編みですね左右で色が違いますが裏で糸をくぐらせているのでここが離れることはありませんこれもそうですねはい。これは縁に かぎ針編みがついていたりするので一番最後がこれですね編み込み模様が入っているやつです、うん、えっ、ー、とこんな感じですねえっ、ー、と動画で 編み物検定の練習のモチーフを上げてあす人は私が初めてかもしれません。参考になるかわからないですがこう、いろいろ勉強のために編んでいたので。 この年によって模様,模様というか形が違いますね引き返し編みでもあこれは棒針編みですねこれは超絶難しかったですあのこう模様移動2色で編んでこっちから逆になるんですよねで最後2つに分かれてえっとこうなるのが正解だったらしいです これは個人的に好きなモチーフですね。えっと後から、えっと、メディアス刺繍をするここメディアス刺繍をするっていうちょっと難しいので本番で出たらどうしようかなって思ったんですけど、えっと、古い古いやつなんで出なかったです。こんな感じですね。 これは蝶々の模様。ここもメディアス刺繍があるやつでしたね。これ、これ一番古いやつですね。あの、過去問買う方は多いと思いますけど、過去問やっぱ過去問題集は10年分やった方が確実だと思いますね。えっと。 過去問題集5年でいいやっていう人もいるんですけど、10年ぐらいやって8年前ぐらいの模様が出てきたりするので、えっと、10、問題集取り寄せる方は10年分勉強した方が確実だと思います。たとえ試験に出なくても、 過去にはこういうのもあったんだっていう勉強をしておく知っておくこと知っておくことは大事だと思いますあとはアフガ編みですねほとんどあ終わりこんな感じでえっとちょこっとだけ横にメモが書いてあるんで <laughs> あの 手で隠れてしまいますが「毛糸一球令和元年アフガン編みって <laughs> えっとモチーフ閉じつけると分厚くなるので左右互い違いに私はやってました。えっと閉じつける時裏はどうなってるかっていうとこんな感じでえっとおもモチーフの ひと人目をすくって裏にやってひ目をすくって裏にやってて表には響かない感じにこれもそうですねこう裏はなってて表には響かない感じでやってやっていくのでいいと思います。と。 とにかく1時間半で編まなきゃなので時間がないのでえっと限られた時間でモチーフを編んで閉じつけてってやんなきゃなので結構まあ大変ですが大丈夫だと思います。はい。そんな感じで 今日も見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ